創作料理を試食してみて。この旅は以前のよりもいい仕上がり。旅人さん、来たのか。当時の構文を提示して天領奉行に説明したよ。それでやっと信じてくれた。僕と結録音容量は潔白だ。よかった。これでやっと式大将は自分の使命に集中できるな。ああ、すでに結録音容量は当初の形へと復元し、武道を修練するための純粋な秘境となった。この秘境はもうしばらく稼働した後、武術の力を使い果たすだろう。その時はこれを封印してゆっくり力を貯めることにするよ。またとない機会だ。挑戦してみるかい？おお、オイラも見てみたいぜ。この部屋にはまだ少し武術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。痛い。足が折れたかもしれん。負傷者だ。訓練を止めろ。大丈夫か？落ち着け。見せてくれ。先輩、僕たち訓練も限界まで達していて、もう進歩できません。対処できないような強い魔物は実力のある人たちに任せましょう。
金魚万弱。この剣はわかるかい？はい。ガイウルト。6308式ユニット。吸引テスト開始。桜吹雪。天道、ここにある。岩山八九。盤石。
いざ。お主の剣の盤石、天理チョーク。はい。カリウルコ。安全距離確認。7号式モジュール。失礼。桜吹雪。やっ。雪を前。やっ。岩山八九天道ここにある。雨描きがたし五感奥義。6308式ユニット無双の風。立った。はっ、踊りなさい。やっ、さっ、さっ、ここだ。盤石。この部屋にはまだ少し不術の力が残っている。過去の声を記録しているようだ。僕が再現してみよう。なるほど。彼の陰陽術はリーウェの戦法と天狗の神通を融合したものだ。だが一つ理解できない。不術を熟知しているのならなぜ自ら邪を払わないのか。そう言ってやるのか。この秘境を作る負担だけでも常人には大気だな。ましてこの秘境を維持するなど何十年もの寿命を消耗していることだ。彼はもうすでに多くのものを失っている。カムナ・ハルネスケは彼の守護の道のために自ら苦痛を選んだ。すごい奴だよ。無双の風。難攻不落。この部屋にはまだ少し不術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。春之助、慎重になれ。初めから君についてきた武士たちは忠実だ。だが今の参加者は皆悪意を持っている。君から金を巻き上げることしか考えていない。それは仕方のない。小生は一介の凡人にすぎない。権力もなければ勢力もない。金に頼ることでのみ武道に秀でた者たちを小生のために戦わせられる。元から小生は彼らに無理させている。罪があるのは小生の方だ。願わくばこれらの全てが良い結末を迎えてくれるといいんだが。いざ。いざ。
難攻不落天道万象雨描きがたし、はい、左右ルコ吸引テスト開始超拡散形態失礼神里流雨とはめすここまでこれでどうだ天理チョーク動くべきだ歌を認識と七号式モジュール踊りなさいそれいざ手合わせしようじゃないかこの剣はわかるかい思い込みに左右ルカ6308式ユニット吸引テスト開始武装の風しみる天道ここにあるどうだ難攻不落雪を前難攻不落剣女盤石いざはっ岩山八九この剣はわかるかいはっ股間奥義6308式ユニット安全距離天道万象難攻不落七号式モジュール踊りなさい桜吹雪はっそれはっ失礼やっガンザン八九はい雨描きがたし歌よ認識と6308式ユニット安全距離確認はっ雪を前天理チョークこの剣はわかるかい股間奥義無双の風よ失礼剣女盤石安全距離確認6308式ユニット天道ここにある難攻不落踊りなさい神里流透明さよそれ七号式モジュール安全距離確認
動くべきだ。